日本関東地方神奈川県横浜市金沢区、鎌リア町鎌リア町は神奈川県横浜市金沢区の町名。地名は鎌形の谷に由来しているとみられている。本校では隣接する鎌リア西、鎌リア東、鎌リア南についても合わせと述べる。住居表示は鎌リア町が未実施区域、鎌リア西、鎌リア東、鎌リア南が実施済み区域。 京急本線金沢文庫駅の西側に広がる住宅地。宮川の南側の玄カマリア東1丁目から大川、六浦2丁目にかけての一帯は1941年4月1日に海軍航空技術省支長が置かれたが、現在はカマリア東にかかる部分は横浜市立金沢中学校や住宅などとなっている。1948年に現在の三丁目に 赤い温泉が開業し、2016年10月23日まで、日帰り温泉として営業していた。笹々市もカマリア道路沿いには、ロードサイド型店舗も見られる。1から3丁目は、夏山団地、4から6丁目は、野村不動産金沢文庫住宅として、一戸建て中心の住宅地として開発された。金沢文庫パークタウンや、ニューライフ、金沢文庫など、小建や 集合住宅が混在した住宅街として開発された。山頂目には1986年に関東学院大学金沢文庫キャンパスが開設され、主に文学部が使用するほか、グラウンドや野球場も置かれている。町の大部分が金沢動物園や金沢市民の森などの緑地で占められ、居住人口はゼロである。面積は以下の通りである。 住宅地の地価は二千十四年一月一日の工事地価によれば、カマリア東三の九の三十二の地点で十八万円平方メートルとなっている。二千十七年十二月三十一日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる、最寄り駅は京急本線金沢文庫駅であり、同駅より 野村住宅南口や関東学院大学金沢文庫キャンパスなど町内各方面を結ぶ京浜急行バスが運行されている。ありがとうございます。